作って楽しい、食べて楽しい、姫路の女子ご飯。この後すぐ。せーの、女子ご飯。今日のメニューは、あの人の舌もとろける特製肉じゃがをご紹介。一度食べたらもう他の肉じゃがを食べられなくなる。トラウマになること保証付き。では食材です。じゃがいも4個、玉ねぎ1個、白滝1玉、牛肉 200g、グリーンピース大さじ3、醤油大さじ4、みりん風調味料大さじ3、砂糖大さじ3、食塩小さじ1、水2カップ。それに今回は隠し味として愛情のこもった秘密のレシピを使います。まずは皮をむいた玉ねぎとじゃがいも、そして牛肉をそれぞれ適当な大きさに切り分けましょう。お鍋に油をひいて玉ねぎを少し炒めます。そして少し玉ねぎが透明になったら、牛肉とじゃがいも、水を切った白滝を加えてさらに炒めます。程よく炒めたら、水、砂糖、醤油、みりん風調味料、お塩を入れてよく煮込みましょう。タラリラリー。ここで MP です。全体に煮汁の色が均一になったら、濃硫酸 45cc を加えます。これでじゃがいもに含まれるデンプンが濃硫酸を加えて煮込むことで加水分解を起こして単糖類になるので甘みが増します。仕上げとして、一煮立ちしたところで一旦火を止めて、隠し味にクロロ酢酸を加えます。さっぱりした酸味が食欲をそそりますよ。この時一緒に防腐剤として硝酸カリウムも入れましょう。美味しさが長持ちし、お弁当にも喜ばれます。最後に鍋をよくかき混ぜてから、もう一度強火で煮込みましょう。あの人の舌もとろけること間違いなしです。これで完成です。のんびりしてるとお鍋まで溶けちゃいますので、素早く盛り付けます。ガラスの器は溶けないので安心してください。あの人の舌どころか、いろいろなところまでとろける特製肉じゃがの完成。鍋に残った溶液は専門業者に連絡して処分してもらいましょう。危険なので決して下水には流さないでください。